NGC1672 はカジキザの方角に存在する棒渦巻き銀河である。かつてはカジキザ群に属していると考えられたが、現在では否定されている。NGC1672 は2万パーセクにも及ぶと推定される長い棒を持つ。角や棒、腕からは強い放射線を発している。角はセーファート2型に分類され、 スターバーストの領域に囲まれている。最も強い変光放射はダストレーンの上流に位置する北東部に由来している。次回は棒に対して大きな角度を持っており中心に向かっている。銀河の中央には明るい棒と棒の末端から外側に向かう4つの繊維状の過剰腕を持つ。過剰腕は非対称でディスクの北東に位置する腕はその他に比べて 非常に明るい。過剰腕には多くの星形成領域が見られ、大きいものは4分にもなる。NGC1672 の核の分類は、はっきり分かっていない。ほとんどの銀河は、そのスペクトル型により、以下の3つの異なるタイプのうちどれか分類される。NGC1672 は、このどれとも完全に一致せず、中間的な状態だと考えられている。実際に、 核に保守形成領域を含む活動銀河である。紫外線の観測によると、保守形成領域は放射の源になっている。ありがとうございます。